わ、すごい。うわあ、ある、はい、こちらでございます。うわちょっと待った、うまくて仕方ないです、本当に。おお、ブブ、最高だ。栃木県は県内各地に泉質の違う様々な温泉があります。温泉宿もたくさんあって、首都圏からはもちろん海外からも多くの観光客が訪れています。そんな温泉の中には秘湯と呼ばれるものがあります。その定義は様々ですが、主に山奥や交通の便が悪いところにあってひっそり湧き出ている温泉、それが秘湯です。もちろん栃木県にも秘湯があります。こちらは那須岳の山腹、標高1460メートルにある三度小屋温泉です。山の中腹にありますから登山でしか行くことができず、山小屋として利用されることも多い三度小屋温泉には現在2軒の温泉宿があります。そして日光市の鬼怒川源流沿いにあるのが奥鬼怒温泉郷。現在4つの温泉宿があります。温泉郷の先にある鬼怒沼や尾瀬への登山客の利用も多いそうです。そんな秘湯を目指す今回の栃ブラ、向かった先はというと、皆さんこんにちは、はじめまして、栃ブラ初登場でございます、永井瑠衣と申します。どうぞ眼鏡だけでも覚えてください、よろしくお願いいたします。さあ今日ですけれどもですね、栃ブラ初ロケということで、いきなりの4時起きでございます。もう行き先もほとんどよく分かってないんですけれども、今一応分かっているのはもうかなりの秘湯、奥鬼怒温泉郷の、八丁の湯、八丁の湯ですね、ここまでは分かってます。いや、ただもう本当に楽しみなんですが、宇都宮を出てかれこれ、2時間オーバー、まだついておりません。本当にこの後秘湯があるのか、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。宇都宮を出発しておよそ2時間半、車が止まったのは夫婦淵駐車場です。夫婦淵駐車場はまさに奥鬼怒温泉郷の入り口になります。この先一般車両は入ることができないので、遊歩道を歩いていくか宿の送迎車を利用することになります。ちなみに永井さんには内緒ですが、歩いていくと八丁の湯までは2時間程度かかるそうです。すごい、空気もいいし、あとやっぱ音だな、音がいいな。わ、すごい、うわー、いや、これはすごい、秘境感が強くなってますね。なんかあの日陰が強くなってきてるから、迷い込んだ感が強いですね、こっちの方が。あー、絶対お風呂気持ちいい、ご飯も絶対うまい。あー、もうわかる。いや、すごいな、まだつかないもんな。今ついてたとしても秘湯だねって言ってますよ多分、今ついても。遊歩道は鬼怒川の上流に向かって川沿いを歩いていきます。途中橋や滝などもあって美しい景観を楽しむことができます。今までと明らかに違いますね。あのもう道、ここを通ってくださいという道がはっきりしていて、なんか本当に
最後の誘われる一本道のような感覚はあります。そして歩くことおよそ2時間うわーある、うわいやー最高だー、ゴール、はあ、奥鬼怒温泉郷の一つ八丁の湯、創業したのは昭和4年だそうです。目の前には鬼怒川の源流が流れ、秘湯の名にふさわしく周囲はまさに大自然。山小屋風ログハウスの建物も趣があって期待も高まります。早速中に入ってみましょう。うわーこんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。今日お世話になります。ようこそ八丁の湯へおいでくださいました。どうぞこちらからお上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ここ奥鬼怒温泉郷と言われてるじゃないですか。はい、これどういう場所なんですか。はい、こちらはですね、奥鬼怒温泉郷は、はい、八丁の湯の他に蟹湯、はい、手代沢、はい、日光沢という4つのお宿がございまして、はい、その4つの宿すべてを含めて奥鬼怒温泉郷と称しております。ではちょっとお部屋、はい、どんな感じなのか教えていただいていいですか。はい、それでは本日はご宿泊のお部屋の方にご案内させていただきます。ありがとうございます。まずは本館和室のお部屋から。創業当時の山小屋時代の面影を今に伝える古き良き和室のお部屋です。何でしょう、このシンプルだけど高級感もありつつ畳敷きもあって、はい、本当に山小屋そのもので、シンプルな作りとセットとさせていただいております。次に今夜永井さんが泊まるログハウスのお部屋です。どうぞ。うわ、いかがでございますか。こちらは、はい、皆様ご宿泊の方が、はい、くつろいでいただくリビングスペースとなっております。こちらがですね、寝室の方になります。こちらのお部屋の最後の特徴になります。また窓が大きいんだよな、はい、ちゃんと全部、はい、こちらでございます。うわちょっと待った、お部屋付きの露天風呂でございます。すごい、こちらのお風呂もお湯は源泉のかけ流しとなっております。ここもですか。さあということでもう最高のお部屋なんですけれども、はい、やっぱりゆっくり休むためには、まあ、ちょっと全身ちょっとお湯に浸かりたいなと思いますんで。かしこまりました。それでは、はい、歩いて疲れてきた体を癒すために、はい、お風呂のご案内させていただきます。ありがとうございます。いよいよ次はお待ちかねの温泉です。現実ですかこれ。すごい、滝ありますよ。これは素晴らしい。いやもう最高ですね。映像でどのくらい伝わるかわからないんですけれども、この緑、発色がものすごくいいんですよ。信じられない、現実かわからないぐらいものすごく綺麗なので、まあ、それが癒しポイントですね。あと本当に仕切りがただあるだけの、今まで僕が歩んできたこの自然の中のまさにその場所にお湯があるっていうぐらいものすごく自然です。これはもう本当時間を忘れてぜひ堪能していただきたいなと思いますね。おー無事最高だ。八丁の湯には4つの露天風呂があります。そのうち3つは混浴で、タオルを巻いての入浴が可能で、もう一つは女性専用。さまざまなお湯を楽しむことができます。いやお風呂気持ちよかったです。ありがとうございます。お食事ですね。はい、お待たせいたしました。はい、楽しみにしておりました。はい、ものすごい品数ですね。季節のね、野菜なども取りさせていただいております。はい、じゃあ何から行きましょう。どうしましょう。じゃあせっかくなんで、はい、温かいうちに
これイワナですよね。はい、地のイワナでございます。まさにこの辺りのものっていうことですか。はい、栃木県の、県産のものをご使用しております。いただきます。うわー、すごい、ホクホク、身離れがものすごくいいですね。はい、あと塩味の加減も抜群なのと、やっぱ新鮮さが伝わるのが皮が美味しいです。はい、パリッと揚がっておりますか。何これ、すっごい美味しいです。次はこちらですね、はい、日光秘密豚のしゃぶしゃぶ仕立て、うん、日光秘密豚、まさしく、日光市の、名産でございます。まあ、もうブランド豚ですね。ブランド豚でございます。うん、うわ、甘みがすごい、はい、脂身がやっぱ美味しいですね。やっぱり脂身があるのが豚肉独特といいますか、それを食べて豚肉、ね、臭みなんか全くないですし、はい、脂だけ食べても多分美味しいと思います、この脂、はい、次はですね、はい、メインの方になります。はい、メインの方こちら、エゾジカのステーキでございます。待ってました。エゾジカのどの部分で。はい、ロースでございます。ロースですよね。さっきちょっと脂分の、いい音ですね。あ、こんな柔らかいんですか。はい、こんな柔らかいんですか。しかそうです、もうちょっと獣臭がするのかと思ったら全くですね。はい、きちんと血抜きとかそういった処理をしておりますので、うまくて仕方ないです、本当に。それはくまったなですね。あ、上手なジビエトークで、はい、ありがとうございます。じゃあ次、赤身ですね。この脂身を使ってこの赤身を焼いていくってことですね。はい、こんなしっかりしてるんですか、赤身。じっくりと火を通してください。結構分厚いですよ。いただきます。うん、あ、なるほど、わ、じゅわー出てきますね。あの、噛み応え最初しっかりしてます。だけど噛み切る時にはスッて抜けるんですね。すごい美味しい。やっぱり宿泊終わった後お話しされたりとか、道中お話しするとき、お食事のお褒めの言葉いただくと嬉しいんじゃないですか。最高でございます。そうですよね、はい、どんな方に召し上がってほしいですか。もう全てのお客様に召し上がっていただければと思います。そうですね、国内外県内外関係なく、はい、もう皆さんが喜んでいただける料理だと思います。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。残りもいただきたいと思います。はい、ごゆっくりお食事をお楽しみくださいませ。はい、これは困ったな。失礼いたしました。失礼いたしました。はい、というわけで本当に一日堪能させていただきました。奥鬼怒温泉郷、八丁の湯、もう道中のロケーション、宿の、寝床、そしてお部屋、お料理すべてにおいて、ハイクオリティなものが詰まっていました。なんかおもてなしの精神がすべて詰め込まれているような感覚があって、観光にとってはもう総合エンターテインメントのような場所だなというふうに感じました。私はこのままこの宿に泊まりたいと思います。ということで、私は初めての栃ブラでございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。またお会いしましょう。ではおやすみなさい。番組からのプレゼント、八丁の湯オリジナル霧降り高原牛ももカレーを5名様にプレゼントします。番組の感想をお書き添えの上、ふるってご応募ください。